その1、点と点が繋がる瞬間。料理の写真を投稿するためだけのインスタグラムアカウントを作った、ひらがなのみ、のばし棒、漢字で、飯と書いて、ミーハンと読む。みのるのご飯だからミーハンである。ちなみに好きな俳優はデイン・デハーン、嫌いな食べ物はチャーハンである。 料理の写真がタイムラインにあると他の写真と世界観が喧嘩するような感覚があった。だけど料理の写真が手元にはたくさんあってアウトプットしない手はないのであった。料理の写真というのは短時間で適切な設定、適切な構図で写真を撮る訓練になる。写真撮影の練習がてら撮っていたものの、インスタグラムの位置情報を使ってライフログ的な記録をしてみるのも面白そうだと思ったのだ。 料理の写真だけでタイムラインを固めると、それはそれで世界観が統一されて見やすくなったような気がする。一方で、ご飯の写真が正方形にトリミングされてずらりと並んでいる様子は、まるでデパートのレストランフロアのフロアガイドのようである。というより、フロアガイドに見間違えるぐらいには、一枚一枚の写真をちゃんとしたカメラで撮って、ちゃんとデタッチしてきた。だから、フロアガイドに見えて叱るべきである。 我ながらちょっとしたグルメ系インフルエンサーの投稿する写真よりもよほどうまく撮れていると自画自賛している私は私自身が写真表現に極めて優れていると言える自信がある絵も歌も楽器もスポーツも勉強もいろいろと教わってやってはきたし頑張ってきたつもりではあるが頑張ってやっと球大手にとどり着いた程度のように思う一方で写真に関しては意識的に頑張ったわけでもないのになぜかやたらにうまく撮れる 写真の良し悪しのほとんどは構図で決まる色の使い方明るさ被写体みたいな要素はもはや好みの問題なので構図というのは普遍的な評価軸だったりする構図の良し悪しで分かりやすい例えをするなら撮り鉄である撮り鉄はお目当ての電車が来ていよいよシャッターチャンスがやってきたというタイミングで自転車や他の車がフレームに割り込むとブチギレたりするが つまり、明確な被写体に対して関係のないものが入り込み、まるで被写体のように見えてしまうことも良くない構図の例として挙げられる。私はこれに機械体操の評価に似たようなものを感じている。機械体操では難易度の高い技ができても最後に揺ろけて手や足をついてしまったら減点になる。腕や手がちゃんと伸びないでポーズを取ると減点になるかはもはや覚えてはいないが、見栄えは良くないものとなるだろう。 それで私の写真は構図がとにかくバッチリ決まっている。だけどそこまで構図を意識してはいないのだ。もはや無意識る構図を捉えることができるが、意外とこの構図感覚の習得というのがなかなか難しいらしい。私はいつどこで構図の感覚を学んできたのだろうか。それで一つ思い当たるのが小学生時代に通っていた絵画教室である。芸大出身の先生に絵を教わっていた。 小学生が10人から20人くらい参加していて、5人くらいのグループに分かれて、だいたい果物とか野菜とかのデッサンをしていた。デッサンが描けたら先生に店に行って、コメントをもらった箇所を直してまた店に行くことを繰り返す。この先生の添削のコメントがなかなかよくわからなかった。いいと言ってるのか悪いと言ってるのかもわからないように比喩表現を使ってくるのだ。大人になった今でもあれを理解できる自信がない。 しかし今までお絵描きなんて丸描いてちょんで済ませていた私なんかにデッサンのようなよく見て描く行為というのはなかなか難しかった先生のよくわからない添削を繰り返していくうちに絵こそ大してうまくならなかったが 構図がうまく取れている時の先生の反応がなんとなく良さそうであるということに気がつき始めた。よく見て書くことと矛盾するようだが、絵として成立させるためには配置を配慮する必要がある。例えば玉ねぎと鉛筆の絵を描くとして、玉ねぎが手前、鉛筆が奥にあって、自分の目線からはそれらが重なって見えるからといってそのまま描いてしまうと、まるで玉ねぎから鉛筆が生えているように見えてしまう。 先生は対象物こそ動かすことを許さなかったが見る位置は変えていいというルールだったので自由に席を移動することができたつまり与えられた条件の中で構造を考える練習にもなっていたのであるこのようにして4年間のトライエラーのうちに気づいたら構図感覚が身についていたので私はこれを人に教えることができない絵画教室に通っていた頃は全然絵がうまくならなくてもどかしい思いをしたが 大人になってカメラを構えたときに、あの時に身につけたであろう構図感覚に助けられていて、スティーブ・ジョブズの言っていた点と点がつながるというのはこういうことなのだろうとしみしみ思ったりもする。冬の実のがおを苦する、ウルトラボックス。その2、ショートケーキのウニパスタ。 さて、このミーハンというインスタグラムアカウントに、ある時から83歳の女性がメッセージを送ってくるようになった。 83歳である。2023年で戦後78年なので、ギリギリ戦争を体験している。今時90歳でツイッターをやっている人もいることだし、高齢の方が SNS をやっていても珍しいことではない。それに、稀にこのような高齢者を装って詐欺を働くアカウントが存在することを私は知っている。私が別で運用しているインスタグラムアカウント、ミロバールフエノにこの類のアカウントがたびたび絡んでくるからだ。 確かにミロワール・フエノは古い曲の弾き語りを投稿しているインスタグラムアカウントではあるが、古い曲しか知らないわけでもなければ、IT に疎いわけでもないのだ。残念だったな。しかし、この83歳の女性はどうやらそのようなやましい目的もなければ、サバを読んでいるということもなさそうなのだ。まず、アカウントがコンスタントかつ不定期に更新されている。投稿本数1213本。投稿する内容もだいたい 食事の写真とその日のニュースのサマリーと決まっている。すでにボットではなせない技である。次にメッセージで何かの購入を進めたり、自己啓発的なことを話してこない。ただただその日の食事の写真や趣味の手芸の写真を送ってくるだけなのだ。人違いなのだろうか。でもミーハンは顔出しをしていないので見た目で人違いされることもまずないのだ。また私はこの方のインスタグラムのアカウントに貼ってあるホームページを拝見した。 2000年代前半によくあったであろう HTML のテーブルタグを駆使して作られた古き良きデザインのホームページだった。 アクセスカウンターが置いてあったり、使用した素材のサイトを律儀に紹介していたりと、2000年代のネチケットである。20年前に63歳だとして、そこでホームページを作る学習意欲には尊敬する、まさにコンピューターおばあちゃんである。このコンピューターおばあちゃんに興味を持った私はいろいろ調べてみた。なんと2010年、当時70歳からツイッターを始めているではないか。さらに私はこの方のアメブロを発見した、母の日に書かれた記事が目に留まった。 コンピューターおばあちゃんのお母様は、戦争で疎開した先で慣れない農作業を手伝って、疲れを取るための注射を打ってもらったら、そのまま亡くなったのだという、つまりはそういうことである。編み物を教えてくださって、ミトンを編み上げたり、着せ替え人形の着物を教えてくださった優しいお母さん、今でも思い出されます。と締めくくってあった。コンピューターおばあちゃん、泣かせに来る。私はこういうさりげないものに弱い。 今や人気の任天堂動物の森シリーズの中でも動物の森プラスというゲームで短い日記を書く機能があったことをご存知だろうかあの日記に父がお腹いっぱい食べたいねとだけ記していたのを発見したことがあった。 父はお腹いっぱい食べられていなかったのだろうか。私や弟を育てるために我慢していたのだろうか。父は二人兄弟の次男で、父は小柄で、おじは体が大きかった。ひょっとしたら食卓でお兄ちゃんの取り分が少し多いのが気になったのかもしれない。そういえば父は以前からビュッフェスタイルの食事となると食べきれない量を持ってきてしまう癖があった。それを見越して自分の分をあまり取らないようにしていると、食え。 食えと嬉しそうな顔をして、私の皿に料理を盛るのである。またさらに昔のこと、母と結婚する前、父はデートでも食べきれない量の料理を注文して母に怒られたことがあるのだという。父にとっては食べ物がたくさんあること、食べきれないほど食べ物があることが幸せの象徴なのかもしれない。 時代や環境、文化によって豊かさを図る指標が異なる。その事例としてまさきに思い浮かぶのがすき焼きである。すき焼きは食事の割には砂糖を使いすぎている。砂糖が高価でありがたかった時代に考えうる贅沢だったのではないだろうか。 吉祥寺のとあるイタリアンのお店に行った時、私はウニが好きなので、ウニクリームパスタを注文した。これが恐ろしく甘かったのである。決してまずいわけではないが、スイーツのような甘さで、ショートケーキのイチゴを除いた部分の味がする。 ショートケーキのような味がするということはつまり生クリームにさらに砂糖を使っているということだろうかふと店内を見回したところ背中の丸くなった高齢の女性がキッチンとホールを行き来していたなるほどそこで私は察したのだこれはウニイコール高級高級イコール甘いの解釈である 夏めぐさんかからおおおりりをいいたただききましたアニメは何がお好でですかというお便りですとう私はセルアニメーションが大好きなんです。えっ、ー、と、今の仕事を手放しても食いっぱぐれがない保証があるなら、セルアニメーションの存続に人生を捧げてもいいと思っているぐらい大好きです。なので、ミーハーかもしれないんですけれども、正岡健三さんの 雲とチューリップはセルアニメーションを語る上では欠かせないですね。戦時中に作られていて、幼き頃の手塚治虫や松本零士に影響を与えている作品でもあるのです。そう考えると、なかなかただ事とではないと思いませんでしょうか。お相手は私、フ野ノミがお送りしました。それでは次回のウルトラボックスでお会いしましょう。